コンパスは、ジープブランドで販売される、クライスラーの小型クロスオーバー SUV である。公道での走行を主にする、ジープへのエントリー車向けの車両として販売されており、オフロード向けではなく、アクロ走破性能も他のジープ車に劣っている。そのため、トレールレーテッドバッジも付けられていない。なお、このモデルは、トレールレーテッドバッジが付けられない、最初のジープ車である。 2006年1月の北米国際オートショーで発表され、同年5月30日に生産が開始された。プラットフォームにはジープパトリオットと共通のクライスラー m k プラットフォームが採用された。他のジープを踏襲したスタイリングのジープパトリオットとは異なり、トヨタマトリックスに対抗したハッチバックスタイルのスポーティーなデザインがなされている。エンジンは ゲマによって設計された直列4気筒2.4リットルエンジンと2リットルエンジンが採用され、豪州及び欧州向けの輸出車両にはフォルクスワーゲン製の2リットルディーゼルエンジンも搭載。なお、後期のヘッドライトはグランドチェロキーのものを流用している。生産はイリノイ州ベルビディレで行われている。2012年3月3日、日本国内にて正式発売された。 用意されるのは2リットルの FF モデル、リミテッド1種類のみ。2013年5月24日、紹介料。パトリオットの廃止を受け、2.24リットルプラス 4WD のリミテッドを追加。従来の FF モデルは、スポーツに改名し、一部装備を厳選した上で価格を引き下げた。トランスミッションは全車に新開発の6足。 パワーテックオートマチックを採用。2013年8月3日、2.0リットル FF のスポーツをベースにクロームパーツや、グランドチェロキーに採用される、サドルタンレザーシート、18インチクロームアルミ等を装備した、リミテッドクロームを150台限定で販売開始。ボディカラーは、ブラッククリアコートのほかコンパス初登場となる、ラギットブラウンパールコートを用意する。 価格は税込みで300万円。従前のコンパスとパトリオットの統合後継車種として2016年のロサンゼルスオートショーで初公開。生産は仙台のイリノイ州から世界4拠点で行われることになり、日本向けはインド製が割り当てられる。車種はレネゲード用のスモールワイド44アーキテクチャーの ホイールベースを 70mm 引き伸ばして 2640mm とした上で採用している。パワーユニットはフィアット製でレネゲードで採用済みの 1.4L マルチエア直噴ターボをはじめ時期 4.24L マルチエア 2.0L マルチジェットディーゼルエンジンをシムケッチに応じて用意する。同時に1 4リットルモデルには新たに フィアットパワートレインテクノロジー性能7足、デュアルクラッチトランスミッションが設定された。日本市場においては、2017年12月2日に、販売を開始することがアナウンスされた。日本仕様は、レネゲードとチェロキーとの住み分けのため、すべて 2.4L マルチェアのみとなり、スポーツとロンジェトゥードは FF プラス 6AT、リミテッドは 4WD プラス 9AT である。 ありがとうございます。